競争的部曲は、イーゴリストラビンスキーが1941年から1942年にかけて作曲した室内管弦楽曲。演奏会用に作曲されたが、バレエとしても演じられる。ダンバートン・ウォークス競争曲や、弦楽のための競争曲と同様に、合奏競争曲的な特徴を持つ。ロサンゼルスに公共楽団を設立した指揮者のワーナー・ジャンセンは、 ストラビンスキーに演奏会用の作品を移植した。ストラビンスキーは筋のない抽象的なバレエ曲の形式を持つ作品を作り、競争的部曲と名付けた。1941年から1942年1月にかけて作曲された。1942年2月8日にロサンゼルスでジャンセンの公共楽団、ストラビンスキー本人の指揮によって初演された。 演奏者の腕前は一流でストラビンスキーを満足させた。1944年6月10日にジョージ・バランシンの振り付け、ユージン・バーマンの美術によりバレエリュス・ド・モンテカルロによってニューヨークでバレエとして公演された。1955年にはケネス・マックミランの振り付けによりロンドンのサドラーズ・ウェルズ劇場バレエによって公演された。 24人の奏者によって演奏される。行進曲、パ・ダクシオン主題と変奏主題と4つの変奏から、ナルパ・ド・デ・行進曲演奏時間は、約20分。ウォルシュによると、この曲には、カルターソびと同様に、チャイコフスキー、ドリーブ、シューベルト、軍隊行進曲、バッハなどの引用が見られる。しかしながら、曲は仮物であってもその鋭く、 経済的で宣伝されたスタイルは完全にストラビンスキーのものであり、また春の祭典や結婚のような変拍子のリズムとは別種の単純な拍子を崩壊させることによって発生するリズムの複雑さが見られるという、ありがとうございます。